さあ、皆さん、こんにちは。ノッツォでございます。ということで、今回もツイステッドワンダーランドをやっていきたいと思いますね。ツイステッド、ワンダーランドイベント来ております。タマーシュナムイナっていうね。なんだろうこれ。なんかの、どっかの国の言葉なのかな。どういう意味なのかよくわかんない。ムイナってなんだろう。果物かなんか。わかんないけど、まあやっていきたいなというふうに思います。なんかレオナさんがメインのね、イベントらしくて、まあやっていくんですけども、まあここら辺はいいっすよね。ミックスジュースはなんかね、授業で集めるということなんで、授業結構回したんで、まあストーリーはそれで解放していくのかな、うん、そんな風に書いてあるな。はい、ということでやっていきたいと思います。はい。パン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 と言ってね。ああ、まあ初手でミックスジュース掛け10もらえるのね。オッケー。多分10個、何個あるかわかんないけど、結構授業やったんだよね。このレオナさん、やばくねえか？いや、欲しかったな。正月にガチャ引いちゃったからな、俺。ちょっと待てばよかったかもしんないな。さあ、エピソード1、編成ピースということでやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。あ、そうか、1章、2章とか分かれてんのか。あ、98あるわ。多分余裕そうだな。レオナの部屋。曲もなんかいいな。タマーシュナムイナ。タマーシュナムイナ。タマーシュナムイナ。ミックスジュース5個あげて、解放。で、行くのか。おー、始まりか、これは。オープニングかな？タマーシュナムイナの。いや、いいね、タマーシュナムイナ。ライオンキング。タマーシュナムイナ。タマーシュナムイナ。ザ・タマーシュナムイナ。やっぱタマーシュナムイナなんだよな。ここどこやねん。この世は不公平なものだ。ろくでもないこの場所で、ろくでもない旅行をする羽目になるとはな。タマーシュナムイナ。随分な言いようね。誘ったのはあんたでしょう。いやいやいや、もうなんか何の説明もなく、なんか前触れみたいあるじゃん。大体さ、学園長に呼ばれてこういうことがあるから行ってくださいとかね。なんかいうふうに言われるのが最初のイメージなんだけど、なんかもう、現地に着いてるわ。タマシュラムイナ。せっかくの景色を台無しにするぐらいなら、いっそ敷物みたいに黙っててくれる？本当にどこもかしこもいい景色だよな。綺麗で広くていいところだ。レオナが生まれ育った場所に遊びに来られて嬉しいよ。おい、改めて言っておくが、俺たちの目的は遊びじゃない。今回の目的は、そう案ずるな、ちゃんと分かっておるわい。このメンツ、なんか、気品を感じるじゃないけど、なんかあれだね、学生でも、なんか似てるわ、なんか。なんか家、なんか、ジャンルに分けんのは難しいけど、なんか似てるわ。どんな奴が相手じゃろうと、わしらの敵ではない。必ずや勝利してみせよう。分かってるならいい。いいか、絶対に逃すんじゃないぞ。サンセットウォーリアの称号を手に入れるのはお前たちだ。サンセットウォーリア。夕焼けの草原のタマーシュナムイナ。あ、タイトルコールはあるんだ。タマーシュナムイナ。あ、こっからあれか、概要みたいなのを説明してくれるのか。概要っていうか始まりみたいな。なんでこういうことになったのかみたいな。サバナクローリオ、レオナの部屋。プルプル。ああ、うるせえ、誰だ、こんな早い時間に。こいつを。ち、出ないと余計面倒なことになりそうだな。び。どうして朝の報告でも？やれやれ、念押しの電話とは恐れ入った。さすが王家の、なんちゃらなんたら殿の優秀だな。何度も言われなくとも分かってる。タマーシュナムイナに合わせて帰省しろって話だろう。分かってるが、去年はつい忘れちまったんだ。ま、今年も忘れちまうかもしれないがな。今その話してんのに忘れてしまうかもしれないがなとか言ってんの。面白いな。なにタマーシュナムイナ、なんか競技みたいな感じが。はあ、迎えに来る従者なんだろうな。なんかわかるよ。なんたらを全員集めてナイトレイブンカレッジにか。どこまで本気とは。まあまあわかったよ。
祭りの前日に国へ戻る。本当だと思う。今まで俺が嘘をついたことがあったか。うるせえやつだな。軽い冗談だろうか。ただし帰省するには一つ条件がある。キャッチザテイルの大会出場枠を一チーム分用意しろ。理由なんかどうでもいいだろう。つべこべ言わずに準備をしておけ。ビったく、いつまで古くせえ行事にこだわってやがる。これだから頭の固いジジイは。だが考えようによっちゃ厄介ごとに型をつけるいい機会だ。さて、ゲームに勝つために必要な駒を集めるか。まあ何かしらなんかよくわかんないけど、なんか競技っぽいね。玉足なむいな。これは行事であって、種目、玉足なむいなっていう行事があって、その中にやるなんか、スポーツかなんかあんのかな？サバラクローニョ談話室。放課後。あれ、ジャックがいる。集まったのはリリア、ビル、ジャック。よくやった。こんなところに呼びつけて何の用？お前らに話がある。要件があるのなら、お主の方から来るのが筋ではないか。まったくよ。ジャックが迎えに来なかったら、あんたの呼び出しなんて絶対無視し続けてたわ。そうだそうだ。こんにちは。あれ、俺も呼ばれたの？待て、なんでグリムと監督生がいる？俺がビル先輩とリディア先輩に声をかけているところに偶然居合わせて勝手についてきたんす。にゃははは、人が集まるところにうまい飯ありって言うだろう。聞いたことねえな。邪魔だ、とっとと帰れ。そんなことよりさっさと要件を言いなさいだよな。でないと私たちが先に帰るわよ。はいはい、ビル様は俺の話が待ちきれないようで。まあ別に悪い話じゃない。大切な語学友であるお前たちを俺の故郷に招待させていただこうと思ったんだ。え、レオナ先輩の故郷って夕焼けの草原にですか？ああ、夕焼けの草原の王と行幸の都で今週末に玉足なむいなってのが開かれる。玉足むい、玉足なむいな、意味は天からの贈り物、つまり雨乞いの祭りだ。毎年雨季の近いこの時期に行われる。ああ、耳にしたことがあるが見たことはない。以前から楽しそうな祭りだと思っておったんじゃ。その祭りに参加するためにレオナ先輩は里帰りすってことすか？で、わざわざその祭りに私たちを招待してくれるって？全員なわけがないわよね。目的は何？話が早くて助かるぜ。お前たちを誘った目的は、キャッチザテールだ。テールって尻尾かな？尻尾鬼みたいな感じか、もしかして。キャッチザテール、聞いたことないわね。俺も初耳です。何なんすかそれ。タマーシュナムイナで行われる対抗競技の名前だ。お互いが頭につけたビーズ飾りを取り合う。ああ、あれだ、騎馬戦のあれじゃねえの？なんか帽子取りみたいな。武器や魔法は使わずに、己の体だけで競い合う肉弾戦。ええー、面白そうだ。3人1組のチームで行う団体戦で、16チームのトーナメント方式で行われる。タマーシナムイナの目玉とも言える大会だ。夕焼けの草原の王族や、小外国のゲストも観覧に来る。だったら商品もすごいんじゃねえか。ツナ缶1年分とかか。もちろん褒美はたっぷりと言いたいが、あいにくと商品も賞金も出ない。しけた大会なんだぞ。にもかかわらず毎回山ほどの出場者が集まる。なぜなら、優勝チームのメンバーは、サンセットウォーリアーになれるからだ。サンセットウォーリアーって何？ははは。サンセットウォーリアー誰か、なんか遊戯王か。ははは。ウォーリアーとかいたよね。ドリルウォーリアーとか。なんだっけ、ドリルウォーリアーとか、ジャンクウォーリアーとか。エピソード1の2が、え、
人が勝ちすぎるお役目だ。人が勝ちすぎるお役目だ。ミックスジュースあげて解放。一度に人が勝ちすぎるお役目だ。サバナクロウリオ談話室。サンセットウォーリアー。知らないことばかり出てくるわね。昔からあるものだからな。こっちだってうんざりしてるのに俺に文句を言われても困る。サンセットウォーリアーは国王を支え国を守護するガーディアンチームだ。おお、王の親衛隊のようなものか。本来はな。だが平和になった今日、その仕事としての意義は消えた。今じゃ大会の優勝チームに与えられる名誉ある称号ぐらいのもんだ。いいことではないか。つまりその称号は現代における平和の象徴なんじゃな。まあ、極限までよく言えばな。しかし役目が消えた今も高い名声を得られることには変わりはない。毎回国中から腕に覚えのある連中がたくさん出場する。なるほど。じゃあレオナ先輩もそのサンセットウォーリアになるため、キャッチザテイルの大会に出るんすね。いや、俺は大会に不参加だ。というか、出場自体が認められていない。どういうこと？もともと国の王位継承者の弟が、サンセットウォーリアのリーダーとなるのが習わしだった。今の夕焼けの双剣じゃ、第二王子である俺が、その立場に当たる。なるほど。つまりレオナは、すでにサンセットウォーリアなんじゃな？不動のリーダーであるから、メンバーを選出する大会には出場できないというわけか。ああ、そして、リーダーには守護者の事業という、とてつもなくめんどくせえ役目があって。国や国王を守護するための心得や良識、作法なんかを教えなくちゃいけない。心得？良識？作法？レオナが？それぞれ分けて言うとか、しかも爆笑っていう。にゃははは、はめちゃくちゃ似合わねえ。あはははは。はっ、すんません、レオナ先輩。ふん、聡明なてめえらのご指摘通り、途方な俺には荷が勝ちすぎるお役目だ。だから丁重にお断りさせていただきたい。なんとしてもな。去年はバックレって参加しなかった。今年も忘れたふりして戻らないつもりだった。しかし、今朝、国から念押しの電話がかかってきたんだ。これ以上拒否すれば、どんな手段に出るかわからない。いい加減、ごまかすのも限界だと思ったが。里帰りしてキャッチザテイルの優勝者に守護者の授業をするのが嫌なんじゃな。呆れた自分の役目も果たせないの？お前はあの授業がどれだけ長くて面倒くせえか知らねえからそんなことが言えるんだ。そこでお前らに白羽の矢を立てた。俺たち、まさか。そう、お前たちにはキャッチザテイルで優勝してもらう。夕焼けの草原から遠く離れたナイトレイブンカレッジの生徒が優勝すれば、俺とお前らが口裏を合わせるだけで守護者の授業をやったことにできるからな。毎年の授業を、この守護者の授業をバックレたいがためにこれやるんだ。やるな。その行動力素晴らしいけど。ずる。いい考えだと思います。ずるだ。賢いと言ってくれ。俺は無駄なことが嫌いなんでね。そもそも夕焼けの草原の国民じゃない俺たちが出場していいんですか？ああ、国外からの参加者も認められている。どんなものでも守護者になり得るという考えらしい。あの国にしては珍しくまともな意見だ。これまでの大会でも外国人観光客が何人も参加してるから心配するな。有名なナイトレイブンカレッジ生のチームが出場するとなれば、見物人も大喜びだろうさ。なるほど。ジャック、お前は魔法なしの肉弾勝負なら、この学園内でも指切りの猛者だ。ただし、キャッチザテイルに参加するのも腕に覚えのあるものばかり。どうだ、面白そうだろう。力比べってわけですか。はい、確かに面白い。
まあ、単純なね、魔法とかなんか、そういうなんかもう厄介なことがないんだったら、もうこの拳、この筋肉で立ち向かえばいいだけの話だもんね。わかった。抵抗するは拳で。そのサンセットウォーリアーってのは、正直よくわかりませんけど、大会には惹かれます。強者たちが集まる大会で、俺自身の力がどこまで通じるのか試してみたいっす。よし、これは大事な仕事だぞ。さて、こっちの神出鬼没なクソジジイは、常人離れした動きをしやがる。薄気味悪い宿だ。関わりたくもねえが、身体能力だけは認めてやる。ふふふ。レオナよ、そう手放しで褒めるでない、照れるではないか。しかしそういった点で言えば、マレウスもいい線を行くと思うぞ。誘わんでいいのか、詳細すればあやつも喜ぶと思うぞ。わしが誘ってこようか、そうしようか。やめろ、あの角太郎に頼むなんざ、絶対にごめんだ。あ、角野郎か。代わりの戦力としてお前を誘ったんだ。考えるまでもなくわかるだろうが。なんじゃ残念なが仕方ない。キャッチザテールとやらも面白そうじゃ、いい思い出となるだろうよ。喜んで参加させてもらおう。最初からそう言えばいいんだよ。せいぜいマレウスに旅の話を自慢して羨ましがらせてやれ。To be continued。というか、ビルさんも参加か。正月のあのイベントから立て続けだから忙しいね。正月から忙しい人がいるんですけど、一人。最上級のエスコート。やっていくぜ。来た最上級のエスコート。でも、里帰り実家に帰るってことは、久々にあの子は出てくるかもしんないね。老いだったか、名医だったか。サバランク老僚談話室。あとここに呼ばれたのはビルか。お礼様ほどじゃねえが役に立ちそうだな。ビル先輩も普段から欠かさずトレーニングをしてる。納得の人選だぜ。負けん気の強さも戦士向きだしの。それもそうだが、決め手は一つ。この崖には腕っぷしの強いのがたんまりいるが、どうにも融通が効かない奴らばかりだ。確かに。お主も人のことは言えんと思うぞ、ジャック。その点、ビルは良識と説と思った寮長様だ。それに俺とビルは入学以来同じ学び屋で、過ごして気心が知れた友人同士だからな。よくそんなことが言えるな。まあ、気心が知れたかはどうかは知んないけど、でもいい関係性ではあるかもな。気持ち悪い。全く感情がこもってないわよ。つまり、面倒な話し合いをしなくていい相手だから、私を選んだってことでしょう。却下、そんな失礼な理由で私を動かせると思わないで。三年生がいいなら、ルークにでも頼めば？絶対にごめんだ。俺はお前に頼んでるんだよ、ビル。あら、あんたが私のファンだったとは知らなかったわ。レオナが大会優勝者たちに守護者の授業をすればいいだけでしょ？どうして私がキャッチザテールなんてものに付き合わされなくちゃいけないわけ？僕は渡ってちょうだい。それじゃあ失礼するわ。おいおい、そんなこと言っていいのか？この後の提案を聞かないと後悔すると思うから。何を？美容好きなお前ならエレファントレガシーって地名くらいは知ってるだろう。もちろん。エレファントレガシー、聞いたことがねえな。ビルが興味を持つような場所なのか？日中でも太陽の光が届かない不毛の大地、吹き上げる火山の熱気と深い渓谷。かつて、象の墓場と呼ばれ、王の湯治も及ばぬ無法地帯だった場所は現在。温泉観光地となっている。だいぶ平和的になったな。誰も踏み入れないみたいな感じなのに。もうみんな来ちゃってんだ。ああ、吹き出す間欠泉や草原な風景、それと地熱を利用して作った商品を名物にして。夕焼けの草原屈指の観光地になっている。屈指といってもまあ、他も数えられるほどしかないが。わしも行ったことがあるぞ。
なかなかに楽しい場所じゃった。エレファントレガシーで販売されている光泉水や温泉泥は美容にいいって評判。確かに一度行ってみたいとは思っていたけど、プライベートで旅行すればいいわ。あんたなんかと行くよりよっぽど気が楽よ。俺抜きで行けるもんならな。何？お前がキャッチザテールの大会に出ることを心よく引き受けてくれるなら、エレファントレガシーの中でも王家の人間しか入れない特別地区に俺が案内してやる。え？プライベート旅行じゃどうあがいても入れない場所だ。当然美容とやらの効果も保証付き。この機会を逃したら一生いけないだろうな。すごい。どう考えてもビル先輩にとっては魅力すぎる提案だ。なるほど。この強力な一手を持っておったからビルを誘ったんじゃな。何をそんな条件出してくれるなんてずるいじゃない。わかったわ。ネオラプロデュースの夕焼けの草原観光ツアー申し込みましょう。その代わりしっかり案内頼むわよ、観光ガイドさん。ああ、最上級のエスコートをさせていただこう。夕焼けの草原のお祭りか。こいつは面白そうなんだぞ。なんかグリも行くみたいな。行くみたいな感じになっちゃってるけど。俺ら行くのかい？確かに楽しそう。美味しいものを食べられるかな。ほら、俺もその気になってるわ。祭りならうまい食い物がたくさんあるはずだ。レオナ、俺様たちも一緒に行ってやる。誰が連れて行くか。ふんな。てめえらがキャッチザテールで戦力になるとは思えない。安心しろ。俺様キャッチザテールなんてめんどくさいもんに出るつもりはねえ。祭りでうまいもん食いたいだけなんだぞ。だったらなおさら連れて行く理由はない。いいじゃねえか。連れてけ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 。うるせえぞ、毛玉。連れて行けば良いではないか、レオナ。旅の友は多い方が楽しいぞ。何の役にも立たない奴がついてきても、足手まといだ。グリームは床で転がって騒いでるけど、監督生はどうなんだ？できることならば、行きたい。まあ、温泉入りたいよね。ほら、見よ、こう言ってるではないか。ケチケチせずに連れてって言ってやればいい。人数は多い方が楽しい思い出が作れるからの。遊びじゃねえつってんだろう。冷たい男じゃ、ならばわしも残っておんぼろ寮でパーティーでもしようか。ち、足元見やがって。仕方ねえ。チームのサポートすな連れてってやる。頑張ろうね、グリム。サポートってなんだろう。なんか買ってきてくれ、みたいな。俺様は面倒なことはしたくない。雑用は監督生じゃ、子分がするんだぞ。だったら、監督生だけ連れていくか。子分は俺様の子分だから俺様をついていくんだぞ。にゃははは。は雑用つってもすることないっしょ。なんでお前が鏡の間に。ってことはこれカリムくんだな。一回渡り廊下半外ってなんか初めて見たこれ。なんでお前が鏡の間に。なんでお前が鏡の間に。外廊下。週末。あれビルじゃねえか。おーい。おはようグリム、監督生。あんたたちも鏡の間に行くんでしょう。一緒に行きましょう。おはようございます。早いですね。ずいぶん気合が入ってるわね。あんたって旅行が好きなの？私も旅行は嫌いじゃないわよ。レオナにうまく転がされたってところだけは気に食わないけど。あら、ゴーストカメラを持っていくのね。ああ、向こうで食べる料理をたくさん取るんだぞ。あたしたちはキャッチザテールで勝つところを取りなさいよ。鏡の間。おはようございます、ビル先輩。お、監督生とグリームも一緒だったのか。おはよう、ジャック。早いわね。
先輩方を待たせるわけにはいかないっすからね。多分30分前行動。おお、みんなもうついておったかのう。グッドモーニングじゃ。おはよう、リリア。あんたはなんで運動着なの？わしは強い日差しが苦手じゃからな。少しでも楽な服装を選んだまでじゃ。ほれ、日傘やうちわを用意しておるぞ。俺はきちんとした服装がいいかと思って、制服を着てきちまった。失敗したかもな。TPO としては正解。王族であるレオナの里帰りについて行くんだもの。わしは旅慣れておるからな。最新の注意を払ったまで。寮に残るマレウスたちに旅行中の緊急連絡先も残しておいたぞ。抜かりがないわね。ふふふ、わしを誰だと思うておる。一人旅のプロじゃぞ。ナイトレイブンカレッジに入学する前はいつも一人であちこち行っておった。これぐらい慣れっこじゃ。ただし今回は旅行中の写真をたくさん撮ると約束してきた。お主たちも協力してくれ。了解。そうじゃな。それこそ旅の醍醐味じゃ。まもなく待ち合わせの時間になるが、レオナはまだなのか？まだっす。朝、寮長部屋をノックした時は返事があったんで、起きてるとは思うんですけど。ぎゅーたらレオナのことだし、また寝たに決まってるんだぞ。あいつの都合で行く旅行だっていうのに。わあ。おはようございます、レオナ先輩。よう、お前ら全員集まってるか。揃ってます。向こうに着いたら、すぐキャッチザテールの大会なの？いや、祭りは今日から始まっているが、大会は明日。今日は実際の闘技場を使ってキャッチザテールの練習だ。手ほどきを受ける時間はあるのじゃな。安心したぞ。ちゃんとエレファントレガシーにも行けるんでしょうね。そう何度も確認しなくても、ちゃんと手配してやる。さて、そろそろ行くか。あれ？みんなこんなところに集まって何してんだ？カリム、なんでお前が鏡の間に？奇遇じゃの、おはようカリム。おう、おはようリリア。みんなもおはよう。鏡の間にいるってことは、カリムもどこかに行くのかしら。ああ、夕焼けの草原に行くんだ。何？もう？行き先は一緒やな。あ、レオナがいるってことは、みんなもタマーシュナムイナに行くのか。もってことは、やっぱりそうか。レオナ、あんたカリムを誘ってたの？誘うわけないだろう。キャッチザテールは知恵と力が物を言うシビアな戦いだ。カリムみたいな温室育ちのお坊ちゃんが戦力になるとは到底思えない。カリムよ、お主は誰にタマーシュナムイナに誘われたんじゃ？俺は夕焼けの草原の王室から招待されたんだよ。王室から？タマーシュナムイナには毎年、諸外国の大物たちが国賓として招待される。ネッサの国の有力者の恩師様にも声がかかったってところだろう。あんたは知らなかったの？帰省するってだけでもめんどくせえのに、客のリストまでいちいち見るもんか。ん？そういや、今日はジャミルは一緒じゃねえのか？ジャミルなら一足先に夕焼けの草原に行ってるよ。ネッサの国から他のスタッフもたくさん行ってて、向こうの担当者と一緒に打ち合わせをするんだって。式典の内容確認とか、警備体制の設備とか、みんないろいろやることがあるらしいぜ。ほほう、カリムが祭りを見に行くだけで、えらい大事になるんじゃの。俺たちはキャッチザテールっていう競技の大会に出場するんです。確かキャッチザテールって、タマーシュナムイナの最中にやる大会だよな。頑張れよ、俺客席から応援するぜ。す、よろしく頼みます。無駄話はここまでだ、行くぞ。そういうわけね。カリムくん、まあ、なんとなくね、分かってたわ。なんとなく分かってるなって、後から出すのはちょっと卑怯なんだけど。まあ、そういう育ちだもんね。ジャックくんがいるから、ここのマークにカリムくんじゃないっていうところから、もうあれ、
あ、そういうことかってなったけど。そういうことか。はい。ということで、今回はね、ここまでにしたいなというふうに思います。エピソード1、編成ピース。ここはね、もうその玉足なムイネのキャッチザテールっていう競技に出場するためのチーム3人を選出するって感じでございます。まあ、レオナさんはもうそのうち、なんたらオーリア、なんだっけ、ジャックオーリアだっけ、ジャックオーリアは近くて、なんだっけ、ジャックオーリアじゃなくてな、なんだっけな、おわせ、なんたらオーリアの称号を持ってるからレオナさん出場できず、ライトネイブカレッジで強そうなメンツ3人を選んだと。まあ、そこにジャック君とかリリアさんとか、あ、ビルさんが選ばれてっていう感じでございますけども、ビルさんでも正月からね、だいぶ忙しい感じしますけど、大丈夫なんだろうか。はい。いや、次回ね、やっていきたいなと思います。このエピソード2。到着キャピタル。キャピタル。キャタピーみたいな名前だな。はい、ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。よいしょ。